田村さんに来てもらいました。どうぞどうぞお願いします。普段は前橋の欅木目出勤してるんですけども、靴はあのパンダメリカっていうとこのカーボンシューズ。あ、そうなんだ。はい、去年まで、はい、結構僕のこれしょっちゅう履いてます。逆です。なんか秋とか春とかは結構しょっちゅう履いてます。アラトミカのやつ。形がすごい綺麗なんで。形綺麗だった。はい。2年くらいは履いてます。おお。ふわりには綺麗綺麗って感じ。そうです。割と。うん。なるべくそんな色落ちしないように。ああ。なるほどね。洗ってないんだ。洗ってどんぐらい？そんなに洗ってない。うん、全然洗ってないです。まあ、干すぐらいだね。そうですそうです。なるべくこの状態を保ってる感じです。だよ、一番綺麗だもんね。そうですね。これがヴィンテージのフレンチリネン。わー、そう、雰囲気あるね。結構生地しっかりしてる。厚め。1900円ショット。おー、相当古いね。やば。それでしかも白だからさ、あんま残ってないじゃん。ね、汚れちゃって。でもところどころ汚れちゃってますね。まあそれも雰囲気。確かにすごいな。ほらほら、落ちた。最初から、はい、マッチみたいな。そうですね。要は避けないでしょ。そうですね。機能的な感じ。これどこで買った？これお店で。あ、そうです。あ、こういうのも売ってんの？いや、ある。売ってますよ。ね。レディースコーナーがあるので。可愛いですよね。そうだよね。レディースコーナー取ってないもんね。確かに。結構あるよね。あります。今ちょっと。そんなないかな。けど前は結構置いてあってレディースサイズのものがレディースコーナーに置いてあったりしたんで、うん、その時に買いました。ピアスも。ピアスは違うね。違うんだ、ごめんごめん。いや、いいんだけど、全然いいですよ。リアルなことだから、ね、それを着たいから、うちらは。ワンピースとパンツと、靴、うん、はお店で、うん、はい。まあ、こんないいな、詰まってるからね。そこは行く必要ないですよね。いいよね、毎日がショッピングみたいな。入荷したらどんどん、欲しいってなっちゃうでしょ。なります、うんね、いいなぁ。また来たいよ。伊勢崎店スタッフのみさみです。お願いします。今日はね、どんなコーデを。いつもだって違うもんね、うん、なんか前はさ、なんかカーハートのさ、あのフェイント入ってた。そう、今日は白のオーバーオールを着た。80年代のカーターズのオーバーオールにロシア軍のボーダーティーを合わせて上からジャングルハッピーを羽織ってみました、うん、素晴らしいな。そのいつも例えばさ、その着るじゃん、着たいものをから選ぶ、着たいものを選んでからそこから組み立てる、なんか一個着たいなって思うのを決めてから、うん、なんか合わせるようにはしてます、ね、俺も結構そっち最初やって、うん、それ着たいと思ってから組み立ってるよ。なるほど。靴なら靴だし。そう、靴なら靴だし。で、下はコンバース、うん、コンバースです。よかった。結構スニーカーが多い。スニーカーしか履かないですね。それはなんでだ、楽だからとか。あんま好きじゃないっていうか、うんうん、ブーツはね、あんま選ばないです、ね、これはうちの、あのアンノーンっていうブランドのリングで、これはジンジンっていう古着屋さんが群馬にあるんですけど、そこで買ったのと、これは確か東京とかで買った気がします。一応ティファニーなんですけど、豆の形、ビーンズの形してるんですよ。いつもアクセサリーは結構つけたい感じなの？あ、全然つけない時もあります。なるほどね。ジャングルファティーグ結構やっぱ女子でも人気ある、うん、確かにね、うん、かわいい。だってメンズサイズでしょ、これ。これ S です。 S メンズの結構やれてるよね、確かに、うん、ジャンルだと何が好きなんですか？ワーク、ミリタリー、全般？全般おー、そのアメリカ人が好き。アメリカ人を選んじゃう。この白のオーバールめっちゃくない、ね、この感じがまずいい、ね、いいな、それ。白のオーバール欲しいんだよね、ね、探してる、ね、めっちゃ探してるんですけど、うん、ないですよね。
これは、ね、どこで買ったの？これここです。サイズ感もいい、うんね、入ってすぐぐらいの時に買いました。うん、後ろはどこ入った？そこにループついてるの？なんか切ってるらしいんですよね、ハルさん。ああここにあったんだね。ああ本当だ本当だ、確かに。ここにパッキン広いもんね、オーバーブルしちゃう。うん、うん、何があったんだこれ。結構にあれがあったんじゃないの、つなぎ、うん、布がこう、うん、でしかもループの位置が独特だね。ね、本当ね、欲しいの、うん、ね、うん、うん、いいなそれ。切れんじゃない、左右的に切れるよね。ちょっと試着いいですか。はい、ということで来ました、田村さんに来てもらいました。どうぞどうぞ。お願いします。自己紹介お願いします。田村直です。2階でウェブ担当で仕事をしてます。高崎店ですよね。高崎店です。はい、いやまあ店頭ではお会いすることは、そうなんです、店頭立つことはないんです、うん、ないけど、ないけどやっぱりいつもこんな感じに着るんですか、スタイルは。そうですね、なんとなく気合い入れるんです。普段着ですか、ね、あ、もともと好きなんですね。でもそうかもしれないです、うん、いつもこんな感じですか。いつもこんな感じです。基本的にそのアメカジを着てます。そうですね、前前職でデニム屋で働いてます、うん、そうですね、だからなんとなくこんな感じです。おー、マイスタイルです。下から、ね、下からレッドウィングです。そうですね、のなんか古着屋さんで買ったやつで、うん、今日のためにちゃんとオイル入れてきました。今日のためにありがとうございます。黒モックで、でなんかこの間ちょうどソール交換したばっかなんですよ。あ、でもそうですね、シューレスだけ変えて、はい、あ、なんか、はい、でもあれです、もともとこれで売ってたから、あ、あ、あ、そういうこと。いや、なんか新鮮だなと思って、これそうなんです、シューレスが元黒ですもんね。うん、あ、元が黒なんだ、うん、なんかいいなと思って、思、ね、えて。じゃあこれ古着ですか。一応古着って古着です。で買って、うん、何年代って言われたか忘れます。でもそんな古くないです、うんうん、でそこからどんぐらい履いてます、ね、もう、2年ぐらいですかね、まだ2年ぐらい、でももうこんな減っちゃって。あ、まあ確かに、うん、めっちゃ歩くんですよ、出勤するの。トータル多分1時間ぐらい歩いてる。すごい、健康的ね。じゃあ1日、ね、往復で2時間ぐらい歩いてると思うんですけど。すごいね。これも古着のリーバイスの519、うん、519がなんか好きなんですけど、シュッてなってて。いやでもシルエットめちゃめちゃいいです、ね、いいですよね、うん、ちょっとあの家はいつも短くしちゃうんですけど。集めたんですか。集めました。これくらいが、うん、まあブーツだとね、うん、ちょっと出た方がいいね。そうですね、うん、ためにしちゃいます、うん、いい丈ですね。うん、ありがとうございます。俺もちょっと上げたいタイプ、うん、いいですよね。これウェアハウスのあやっぱりジャケットです。最近ちょっと前に売ってたファーストの、はい、わー詳しいこと言えるようにしてくればよかった。勉強遅かった。勉強遅かった。サイズはサイズ36です。6、はい、36あんまり入荷しないんですけど、これどんぐらい着てるんですか。まだほんと1ヶ月弱です。ああ、じゃあゆめちゃんと一緒だ、育て。ああ、育てるやつです。そうです。そう、ゆめさんもさっき言ってたんですよ ね、 ね、育て、育て、千番でしたっけ。そうそう、千一、そうだそうだ、言ってましたね、うん、どっちが色落ち早くするか、ね、違うもんだけど。負けない、うん、でも歩けばね。そうですね、ここは絶対擦れるはずです。こうやって歩かないと。あ、本当にちょっと、うん、まあそうですね。あとここね、あ、ごめんごめん。あ、うん、あ、もう、ね、こうやってるから、うん、そこそこシャーするもん、うん、インナーはウェアハウスの別注のフットボールティーです。へぇ、ね、タイムズ別注。あ、タイムズ別注で、まだ在庫あったと思って、ちょっとインしちゃってみたいな感じですけど、うん、G プラスってお店です。ここのオリジナル、ここの、はい、それとどっかのコラボ、コラボ、ベルト忘れちゃったんですけど、前働いたとこでやってたベルトなんですよ。浅草橋に会社があったはず。あ、そう、ね、結構味出てるんですね。そうです、もうこれはだいぶ5、6年、ね、5、6、7年ぐらい使ってるかもしれないです、うん、もうオイル入れてあげてないですよね、うん、ここも経年変化できるようになって、はい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 、ブラス部分、うん、だいぶ使い込んでます、うん、味が出てる。インディアンジュエリー好きなんですけど、うん、前職がインディアンジュエリー扱うみたいな、うん、あ、いろいろやってるだから好きです。なるほど。